今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授、内閣官房参与、藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。寒くなってきましたね。寒いですね。もう今日来るとすっごい寒かったです、ね、やっぱり、はい。まあ、もう12月もね、7日とは言うものの、今年ってのはなんかこう暑くて秋が短くて急に寒くなってきてますからね。昨日も金沢行ったんですけど、むちゃくちゃ寒かったですね。あ、そうです。もうなんか氷みたいな降ってましたよね。すんごい寒かったです、ね、え、つい先日でも西日本でも雪降りましたもんね。そうです、そうです、そうです。ねえ、まあ、寒気の影響とはいうものの、はい、なんだか急に寒くなってきましたね。さて、今朝もいろいろなニュースが入ってきておりますが、こちらは NHK のニュースですね。受信契約の締結を拒んだ人に受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決、最高裁はですね、昨日テレビを持つ人に NHK との受信契約を強制した放送法64条1項を合憲とする初判断を示しました。また NHK が契約を拒む人を相手取って起こした裁判で勝訴が確定すれば契約が成立し、テレビ設置の時まで遡って支払い義務が生じるとしています。最高裁は NHK の受信料制度の意義について、特定の個人や団体、国家機関から財政面での支配や影響が及ばないよう、 NHK 放送を見られる環境にある人に広く公平に負担を求めたものだと指摘をしています。この受信料制度、憲法が保障する表現の自由の下で国民の知る権利を満たすために合理的だとしています、この NHK の受信料制度、まあ、昨日この最高裁の、ね、判決があったということなんですが、うん、藤井さん、これどうですか。まずこれね、普通の国民は受信料払えば範囲で払ってるんですよ、はい、なんか知らないけど払うもんやろ、はい、ところがね、うちの教授も他界しましたけど、教授とか、俺は絶対受信料払わない、俺は実は見てるけど、もう見てないって言うんやと、いや見てるやんけと思うんですけど、まあ、そういうやつがおるんですよ。それでね、まあ、でもよう考えたらその人の意見もすごく分かって、はい、まあまあ実は見てるんやけどっていうところは置いといて、本当に見てなかったらなんでテレビ買って見てないものに関して払わされんねんお前という気持ちは確かにまあ一理はあるなと、でもなんかちょっと変わったおっさんやなというのが一般的な常識なんだとは思いますけど、でも、まあ、一理はあるなっていうところなんですけど、その一理を認めるかどうかって裁判だったと、そうなんですね、思うんですよ、でそれでね、今回ね、結局僕どうなんのかなって注目してたんですけど、結局いや払えと、はい、こうなった、あ、なるほどと、やっぱりうちの教授はやっぱ払わなあかんかって言ったら払わんと死に張りましたけど、でこれはどういうことかっていうと、例えば自衛隊が国防サービスを国民に提供してるんですよね、はいはい、まあ、これはもちろんその出資金は税金ではありますけど、だからそれはもう、いや俺はもう別に国防サービスいらんわと、いうやつおっても、いやいやお前、ま、守ったるという話ですね、自衛隊サービスっていうのは、それとほぼ同じ位置づけに NHK 放送サービスがあるということを最高裁が認めたんだなと思ったんですよ。だからテレビを置いた瞬間に公正中立で知る権利のを従属させる公共的な意味のある NHK 様のサービスを受けれることができるんだと最高裁が決めたってことなんです、僕はそれでもいいと思うんですよ、ってことは、はい、ってことは NHK 頑張れよと、ということですよね、なんかふざけ取ったらあかんぞと最高裁が言ったっていうことと一緒ですから、この裁判結果が出たということは、いやうちの教授みたいなね、ちょっとややこしいおっさん騙せるためにも、はい、やっぱりね、いや民法ではそりゃちょっとできへんなというのを流す義務がより一層 NHK 強くなったんやなと思いましたね、となると、あの NHK に所属する方々は身の引き締まる思いを、そうです、まあ、準公務員と、準っていうのは純粋な純なのか、純ずる純なのかどっちか分かんないですけど、まあまあ、準公務員だと思っていただかないといけないよと、こう最高裁が決めはったなと、ということは昨日から NHK に所属する方々は、もう緊張して夜も眠れない、そらもそうでしょ、これも公人ですから、それはもうね、まあ、みたいな方向なんやなと、まあ、でも、こんなんありますけど、なんか9割9分の人間も普通に払ってるだけの話ですから、ややこしいおっさん対策みたいな話だと思いますけどね、私も一応、ラジオ放送に携わってる人間でね、まあ、NHK も正直言って受けました、過去、なるほど、縁はありませんでしたけど、となると今、全国に500人ぐらいいるのかな、NHK だけでアナウンサーが。
というふうにいわゆる契約も含めたりとかね、その人たちはもう噛めませんね、もうとちったりしたらもうまずとか思わないですか。大丈夫、そこまでじゃないか。まあ、噛むのはしょうがないですよね。大丈夫ですか。生理現象の一種みたいなもん。たまに私ちょっとわいわいわいずくなっちゃう。それやっちゃうとあらーなんてか、そういうことはないで。でもまあまあ、放送の公共性というものがあるんだなっていうのを認識するのはちょうどいいニュースだなと、そうですね、思いました、ね。まあ、民放もちゃんと頑張ってくださいね。ちゃんといや、もう身の引き締まる後期ですから、全部後期ですから。そうですね。はい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、ファックスは東京03-5403-1151、ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは、@tera1134、ハッシュタグは tera1134、たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に、JA 埼玉中央から美味しい川越飯のオクラ米、新米5キロプレゼントします。一度食べたら忘れられない美味しいお米、川越飯のオクラ米、たくさんのご応募お待ちしています。当選者の発表はエンディングで。時刻6時8分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時12分になるところです。12月7日木曜日、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、内閣官房参与藤井聡さんです。今朝もいろいろなニュースが入ってきています。藤井さんにいろいろお話をお伺いするこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。毎日新聞、アメリカエルサレム首都認定。アメリカのトランプ大統領、イスラエルの首都をエルサレムと認定するとともに、テルアビブにあるアメリカ大使館をですね、エルサレムに移転する方針を明らかにしました。エルサレムを首都と認定するのは歴代アメリカ政権で初めてで、ホワイトハウス高官は大統領は選挙公約を守ると強調しました。東エルサレムを首都とする独立国家を目指すパレスチナ自治政府、あとアラブ諸国反発しています。イスラエルはですね、エルサレム全域を首都と主張していますけれども、パレスチナ自治政府は東エルサレムを将来の首都と位置づけています。まあ、これトランプ大統領が今回その認定したというのは、まあ、大統領選挙中公約として言っていたというのがね、これありまして、本来だったら6月になんか決めるところを6ヶ月延長して、まあ、そのまた決める時期が今来たということのようなんですけれども、まあ、このトランプ大統領、エルサレムをイスラエルの首都と認定するということについては、うん、藤井さんどうご覧になってますか。まずですね、一般的にこの中東情勢とか外交とか世界情勢のバランスとかをずっと見てきて、これからどうこの問題を、中東っていうのは本当特にエルサレムは大変な問題ですから、この問題をどう解決しないといけないかということを考えている一般的な論者にしては、これはめちゃくちゃですね。はあ、はあ、なんじゃこれみたいな。でもこれもともとね、アメリカの議会は、1995年にエルサレムへの大使館移転を促す法案を可決しているんです。まあ、これはまあ、そうなんですよね。それで、アメリカ大統領は半年ごとに移転か延期かを判断することにまあなってると。まあそれはまあそうなんですよ。それはあくまでも三権分立のうちのアメリカの議会、要するにアメリカ国民がそうだと言っているだけであって、アメリカ政府はやっぱりこの中東問題を和平に導きたいという大義というか、大きな目的があって、で、一応心の中ではやっぱり、いや、パレスナッチよりもこうイスラエル側なんですよとアメリカ政府は長くは思ってはいるんですけど、でも和平をするときには、いや、うちはイスラエルの肩を持つよということを言っちゃうと、これ絶対和平できなくなってしまうので、言わないようにしてたんですよ。はい、イスラエルに肩持ちたいんだけど、それで、いや、イスラエルですって言ったようなもんですから、これ前、仲介するってアメリカ政府はずっと言ってるんですけど、アメリカ大統領は。で、いまだにトランプはもちろん、和平の仲介をやるという立場を崩してはいないんですけど、そんな無理やろ、お前と。これね、どういうことかっていうと、まあ、こんなこと絶対ありえないですけど、例えば北方領土、揉めてるじゃないですか。どう考えても何でも日本のもんですよ。でも、外国からすると、いや、なんかロシアと日本の間で揉めてるんやなと。
で、あそこがこう、どっちやねんみたいな。はい、で、そこに関してね、でもなんか揉めてるんですって時にね、ロシアがある時ね、まあまあ、ロシアがっていうか、まあまあ、その、北方領土の中に大使館を置いたりとか、まあ、モスクワを置いたりとか、なんかこう、超重要なものをなんか、アメリカが勝手にとこ置いたら、はい、アメリカが仮にですよ、アメリカ大使館をこうモスクワじゃなくて、この、北方領土を置いたらね、はい、アメリカは北方領土ロシアのもやと思ってるってことやなと僕ら思いますよ。で、そのせやのにアメリカは、いや、北方領土の貴族は、日本とロシアで議論してって言ったら、お前、ええ加減にせよ、お前と。こう思うじゃないですか。はい、それと同じような話。ですからこれもアメリカは仲介をできなく、なるというのが一般的な見立てですよね。これだから本当にその大使館を移すのかどうかね。うん、まあ表面上移せって言ってそれでうやむやにするのか、それとも本当に移すのか、これによっても大きく変わってきますよね。本当にそうですよね。まず移すといった時点でふざけるなということで、はい、まあこれはもうパレスチナのみならず、その中東社会は大反発を、まあ、しているわけですよね。ですよね。だから、いや、本当に解決する気ないやろうと、みんな思いましたよね、これね。そうですね。まあ、そのエルサレムといえば、イスラム教にも大事、ユダヤ教にも大事、キリスト教にも大事っていうね、そういう場所ですから。だから、この問題はね、基本解決しないんですよ。解決しないまま放置しておくっていうのが、まあ今、まあ一般的な大人の英知としか言いようがない。ところに、いや、俺はこっちの味方持つで、みたいな感じのことを言うた、みたいなことですよね。はい、ええー。まあ、だから、この先ですね、起きてほしくはないけれど、またテロだとかね。うん、そうですね。まあ、だってもうすでに、こう、デモをやろうじゃないかとか、そうですね。いろんな動きが、ね。当然そうなりますよね。で、経済的にも、昨日の、日経平均株価だって、まあ、これだけとは言いませんけれども、まあ、一時500円ぐらい下げたりとか、ね。ちょっとやばいよな、と。そうですね。そう思いますよね。そうですね。もともと、極東がきな臭い上に中東まで気なくさくなるのかと、はい、まあ誰選んでくれてんねんって感じですよね。大統領選挙 で、ね、世界中から見ると、そうですね、そうだ、世界中から見てね、そう、はい、学者が警告、来年は巨大地震頻発の年となるのかについてお話を伺います。いや、はい、今聞いて何と思いの方いらっしゃるかと思うんですけども、藤井さん、科学者たちはどういう指摘をしてるんですか。ですね、まず結論から申し上げると、2018年、来年は巨大地震頻発の年になるだろうと予言してるんですね。専門家が言ってるんですね。専門家が。で、これは当然ながら科学的根拠があって、はい、なぜかというとですね、まあ、簡単に言うとこういうことなんですよ。どうやら地球の自転というのは、周期的にちょっと遅くなる時があるらしいんです。ちょっと遅くなるって言っても、1日あたり数ミリ秒。はあ、で、まあ、ちょろっとだけなんですけど、ちょっと遅くなる時がある。これが30年おきにちょっと遅くなるらしいんですよ。で、また元に戻るんですけど、30年経つとまたちょっと遅くなると。で、遅くなる時期がまあ4、5年あるらしいんですけど、まあ、その4、5年の間そんな地震頻発しないんですけど、ちょっと遅くなって、キュッと早くなると、戻ったら、戻った翌年に地震が 1.5 倍から 1.7、8倍起こってるという過去の実績があるんですよ。メカニズムはあんまり分かってないらしいんですけど、だから、遅くなって回復した、すなわち、自転が加速したら、その直後に地震が頻発してしまうということが、どうやら過去の、100年以上のデータから分かってて、で、それがちょうど来年、地震がめっちゃ起こる年になってると。1.5 倍から2倍近くの。地震が起こると。俺自身も日本は東日本大震災以降ですね。はい、日本列島の下はもう地盤の応力構造って言いますけど、全然変わってますから、もうめっちゃ起きやすい感じなの。で、その状況の中で下のマグマの動きがちょっとなんか変わるんでしょうね。なんかちょっとわかんないですけど、そこはっきりわかってないですけど、それが変わるからもうポコンポコンといろんなところで岩が割れ始めて、地震がもうめっちゃ起きるんじゃないかということが、まあ日本なんかでは、予想されるんですね。はい。はあ。まあね、ラジオ機の方もご存知の通り、日本といえばもう世界屈指の自然災害の大国で、もちろん地震だけじゃなくてね、まあ台風だろうがね、集中豪雨だろうが最近ありますけど、まあそんな事実がある中で、まあそれ、今はもうそれこそプライマリーバランスとかね、財政規律、まあこれを政府としては重視してるわけですよね。そうなんですよ。で、これね、財政規律で、プライマリーバランスの黒字化目標っていうのがあって、政府の
支出はこれぐらい以下にしなさいというのがあるから、はい、毎年毎年の防災対策費用っていうのは限られて、はい、防災対策の進み方がゆっくりスローに、はい、亀のように進んでるんですね、ところがこの規律がなかったら、うん、うさぎのようにポン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 とか防災対策ができていくんですけど、来年地震起こるかもしれん言うてんやから、いやだから規律とか置いといて、加速して防災対策やったらいいわけですよ、はい、でもそれやらないってことは、はい、財政規律を守ることと、うん、日本国民の生命と財産を守ることとどっちが大事やねんと、うん、問われた時に政府はいやそれは財政規律守るのが大事ですと、はい、言ってるに等しいわけですよ、これはっきり言ってバカ、バカ、っていうか不安になりますよね。うん、ねえ、やってくださいよ。なんてですよね、ちょっと古いですけど。はい、何言ってんのみたいな感じになるわけですよね。はい、だから僕はやっぱり財政こんな緊急事態ですから、特に東日本大震災以降、はい、何度も繰り返しますけど、日本の地盤の応力構造が変わって、極めて地震が起こりやすい可能性が高まってるわけですから、はい、財政規律を守ることはちょっと一旦さておくとしても、しっかりと防災対策をどうせやるんだったら10年後にやるんじゃなくて今やっとけば、今から10年間の間に起こる地震のリスク、あの被害を激減させることができて、地震が起こってから防災対策やったって意味がないわけですから、津波が来てから堤防とは隠せるようなもんですから、はい、なんか早くやった方がいいに決まってると僕は思うんです、ね。まあ、先ほどお伝えしましたけどもね、補正予算で 2.7 兆円、まあ、少子化対策も含めてですけど、だからこれじゃ足りないってことなわけですね。だから先ほど申し上げた景気対策の意味を込めて10兆円か15兆円の補正予算を組んでたとしたら、じゃあ何に使いましょうかということで、あ、2018年地震頻発の年なんだから、今から地震対策の加速をしとこうということで、例えば一番簡単なことを言うとね、人が死ぬ確率が高いものの一個っていうのは家が壊れるから死んじゃうんですよね。だからいろんな自治体がやってるんですけど、耐震補強を住宅にやるときには、例えば上限100万とか150万までは補助しますよと、いう制度を各自治体に政府が作らして、で作らしたその財源を補正予算で充当するとか、ということをやれば、お金さえあったら耐震補強するのにないからやめとこうかっていう人が減るわけですよ。そうすると耐震補強しとけば、耐震補強しとけばね、家が壊れる確率って激減するんですよ、はい、その人命助かるっていうね、そんなんやったらええのにな、例えば思うんですよね、はい、アメリカのトランプ大統領、イスラエルの首都をエルサレムと認定するとともに、テルアビブにありますアメリカ大使館をエルサレムに移転する方針を明らかにしました。エルサレムについてはイスラエルが首都だと主張していますが、イスラエルの占領下にありますパレスチナ側も将来の独立国家の首都と位置づけています。で、国際社会はイスラエルの首都だとは認めていません、一方トランプ大統領はこのエルサレムをイスラエルの首都として認める方針を伝えたということなんですが、まあこれによってですね、昨日は日本も影響を受けて日経平均株価一時500円値下がりをしております。トランプ政権の決定ですけれども、これはイスラエル・パレスチナ紛争だけでなく、中東の対立構造の根幹を揺るがす危険性を秘めているというふうにも指摘されているんですが、藤井さん、いかがでしょう。いや、まさにその中東の対立構造の根幹を揺るがす危険性をもちろん秘めてるわけですよね、はい、で、もともとアメリカは歴史的に見て、最近はアジアピポット戦略といって、オバマ大統領の頃から中東はもうええわと、はい、まあ、これから、まあ、アジアを中心にしようかと、なんでかっていうと、まあ、うちでも、シェールガスとか出てきたし、はい、もう中東の油もええから、もう中東勝手に揉めとけやと、あとはもうわし好きにやりまんねんというノリはあったんですけど、さすがに、この中東の一番危機の根幹であるところのエルサレムの問題、パレスチナ問題っていうものに関しては、ちょっと、まあ、緩やかにしとこうかと思ってたんですけど、はい、もうこれでも、いやもうわしも別にもどっちでもええねん、もうイスラエル、好きやから、はい、イスラエルの肩持ちますわと言うと、これはもうね、本当に反米意識が中東でものすごく高まって、いたずらに危機を高めてしまうことになるんですよね。これを今まで避けてきたのに、やっぱトランプですから、やっちゃったんですね。これは非常に中東だけ、もともと極東で北朝鮮情勢大変な状況ですから、中東ですら大変なことになっていく。
可能性が高まってきて、いやもう第三次世界大戦的な状況にさらに一歩近づいたなというふうに思いますね。はい、エルサレムというのはユダヤ教、キリスト教、うん、イスラム教の聖地がありますからね。うんうん、そうなんですよ。ですからもう宗教が絡んでくるものですからね。全く赤の他人のアメリカ、はい、だけれども世界で一番経済力、軍事力の強いアメリカがここに対して、はい、その特定のイスラエルに肩を持つようなことを、キリスト教に肩を持つようにしてしまうとですね。これも恐ろしいことに。そうですね。トランプ大統領は、大統領選挙戦に公約としてね、うんうん、このエルサレムを、イスラエルの首都とするというのを。ユダヤ教ですね。はい。ユダヤ教。はい。エルサレムを、そのイスラエルの首都とするというのは、公約で言っていた、ということはあるものの、これを実行に移すということなんですね。公約というのは、あくまでアメリカ国内の国民の気持ちですから、またアメリカ政府との立場と本来ちょっとずれがあって、叱るべきなんですよね。はい。まあ、これがだからどういう、それこそ起きてほしくはないですけれども、テロが起きたりだとかね。可能性あります。可能性はないとは言えませんものね。本当とんでもない時代に世界は突入したなという断片の一個ですね、これも。そうですね。はい。さあ、それではここからはですね、藤井さんにこちらのテーマで話を聞きます。経済の大御所二人、消費低迷は社会保障不安が原因と断定。財政制度審議会会長や日本経済学会の会長を歴任した東京大学吉川名誉教授と山口前日銀副総裁が先週連名で消費の低迷の要因についての分析リポートというのを公表しました。賃金の上昇不足と将来不安が二大要因と総括しまして、政府に対して持続可能な社会保障制度の将来像、これを明示することを要望しています、これが今霞が関とか永田町界隈では非常に話題になってるそうですね。これ低迷する消費というレポートなんですが、はい、今ご説明いただいたようにこのまず連盟者、3人連盟者いるんですけど、そのうちの2人がですね、はい、経済学会会長をやられた東大名誉教授の吉川博先生と、はい、もう1人が日銀副総裁を前やってらっしゃった山口さん。はい、この二人も、経済界の超重鎮、超大御所二人がですね、こういうこと言ってるんです。日本も今、景気がダメなのは、その主要なエンジンであるところの消費が低迷してるからだと。はい、消費が低迷していることの原因の一つは、賃金が下がってるからだと。はい、ここまではいいんですよ。で、もう一個重要な要因があって、それが、国民の将来不安だ。とこう言ってるんですよね。で、将来不安を払拭するためにも、持続可能な社会保障制度、税社会保障制度を設計すべきだと。はい、こう言ってるんですよね。で、これを普通に読むとですね、例えば自民党の緊縮財政派の人とか、だからやっぱ消費税増税税減があったら国民が不安になるから、増税をすることで社会保障制度の安定財源を作ったら国民がすごく安心するから、ゆっくりと消費し始めるだろうと。はい。いう議論を強化してですね、消費税増税論を加速しているという状況があるんですね。で、これはほんまかなと思って、レポートをよーく見てみると、僕が、もうこれ、記事、昨日僕はインターネット記事で配信したんですけど、はい、断定しますが、デタラメです。あ、デタラメ。僕はこれはフェイクレポートと名付けてます。フェイクニュースってあるじゃないですか。はい、嘘のニュース、はい。それと同じで、この分析レポートはフェイクレポートです。なぜかというと、一番重要なのはここなんですよ。社会保障の将来不安があるから、はい、消費が低迷していると、はい、いうことを結論で断定してるんですよ。はい、要旨を見ても最初の1ページ目に、不安があるから消費が低迷していると断定してあるんですよ。はい、でその根拠はどこかなと思って、いろいろ読んでみると、こう書かれてたんですよ。はい、とにかくね、消費が低迷しているというデータがあると。そのデータだけを見て、この原因は、将来不安があるからだと言ってるんですよ。ちょっと待ってと。はい、いや、だって、A が B の原因である、はい、ということを証明するためには、それなりのデータが必要なのに、はい、だから B があるということを言うだけで、A が B の原因だ、はい、とこう言ってるんですよ。ちょっと待ってと。はい、だから、根拠が示されてないんですよ。はい、もうちょっと丁寧に言うとね、国民が不安だということは書かれてるんですよ。はい、
不安になってるってデータがアンケート上で出てると、まあそれは不安やよなと、うん、で一方で消費が低迷してると、うん、低迷してるよなと、はい、そしたらで彼はこう彼らはこう言ってるんです。もうほぼこういう言い方ですよ。おそらく不安だから消費を低迷させてるんだろうと我々は見ている、まあ見張ったらええですわ、はい、別にそう思うんやろと、僕はそう思えないかどっちしてもいいですよ。だから分析本文のところにはそう思うって書いてあるんです、ところが結論になると、不安が消費を低迷させているって断定してるんですよ。断定してるんですね。だからね、これはもう奇弁ですね。デマというか奇弁というか、よくもまあね、その元経済学会の会長がね、経済に関してこんなデタラメをよく言うなと。でこれね、僕よくわかるんですよ。学者が、論文を書くときはこんなん絶対通らないですよ。はい。でもね、なんかこう、研究機関のレポートやったら、好き勝手書けるんですよ。査読者いないので。はい。だから、レポートで出してはるんですよ。これ学術論文だったら絶対アウトですね、こんな。よくもこんな恥ずかしいことするなと。で、先ほど藤井さんもおっしゃいましたけど、このレポートが霞が関永田町で、まあ出回っていると。うんうん、そうすると、まあ先ほど言ったその消費税は増税すべきだというところに繋がっちゃうそして、その安定財源を確保するために、社会保障不安をなくすために、公共事業だとか、防災だとか、あと、防衛だとか、教育だとか、そういうところを削って、社会保障財源をあるよと、年金あるよというふうに言うと同時に、年金負担を上げて、で、増税をして、で、将来の社会保障費ありますよって言ったら、安心できるんだから、これから公共事業を削って、防衛費も削って、消費税増税しようという議論が高まってるんですよ。でこれは本当に自民党内で、このレポートを受けて高まっているんですよ。でもそれはそうじゃないんだと、うん、いうことなわけですよね。そう。藤井さん、例えば消費低迷。まあ、これはもうデフレかなと。うん、将来不安。うん、このあたりっていうのはどういうふうに分析を？将来不安っていうのは当然あって、はい、もちろん、例えば中国の方が消費を縮小しているのは、社会保障費がないからしょうがないから、貯金してるって、これはまああるんですよ。と、日本人は、特にね、今この彼らが示しているデータを見るとね、特に消費成功を避けてるのは34歳以下の世帯なんですよ。で、35歳以上はそんなに減らせないんですよ。はい、で、50歳以上なんかって消費成功高めてたりとか、これ貧乏だからなんですけど。で、若い人がすごい消費成功下げてるんで、これ、なんで若い35歳以下だけが下げてるかって。で、これ、吉川さんたちは、年金が不安だから、ちょ、待てと。なんで35歳以下だけが、年金のこと不安で下げて、35歳以上のやつ下げてないの、これめちゃめちゃやないかっていうのも一個あるんですけど、35歳以下の人が不安なのは何かっていうと、デフレですよ。ああ、やはりデフレなんですね。で、失業するんじゃないかとか、はい、自分が勤めてる会社が潰れるんじゃないかとか、あるいは会社に勤められてても給料が上がらないんじゃないかとか、だからそういうことが不安で、怖いから自己防衛のために貯蓄を高めてはるわけですよ、はい。で、特に35歳以下って一番弱者ですから、一番最初に切り捨てられる人たちで、で、かつ、どこの国でもそうですけど、若年層って失業率は倍ぐらいあるんですよ。うん、だから一番弱い立場なので、自己防衛のために、デフレに対する自己防衛のために、貯金を高めて消費成功を下げてると考えるのが僕はすごい普通だと思いますね。となれば、そのデフレをどうやって解消するかと、ね。そうそう。で、デフレを脱却すれば消費成功は上がるだろうと。だから、で、その、まずデフレを脱却するために、一番やっては、いけないことは増税なんです、はい。消費税増税なんです。だから、デフレを脱却させるために、まず 10% の増税を延期しましょうっていう話になるはずなんですよ。はい、そしたら、で、かつ財政政策をやりましょう、はい。そしたら、日本経済が良くなっていくなということになれば、積極財政をやれば、みんなが安心をしてお金を使うようになるということが推論されるわけですね。僕にとってはこちらの推論の方が、吉川さんたちがやってる推論よりも、10兆倍、10計倍、10害倍、10無料対数倍。桁が違いますね。信憑性が高いと僕は思います、はい。で、そうじゃないという方がいるんだったら、ぜひ、その理由を言っていただきたい。で、ちなみに僕はこのレポートはおかしいと。はい、で、こんなものデマだと、フェイクだと、断定しているので、もしそうじゃないと思うんだと、吉川博先生聞いてくださってるんだったら、ぜひ僕に反論してください。僕のペーパーを読んでいただいて3つの疑問に答えてください。それに対していつでも僕は、ご回答をお待ちしてます。はい、まあ、確かにだから消費が低迷している、そして、特に35歳以下のね、若者が不安を抱いて、それはもう取りも直さず、デフレだということなわけなんですね、この可能性の方が僕は高いと思いますね、はい。少なくともこのレポートには彼らが主張している因果関係についての主張を裏付けるデータは一切載ってない、はい。
今朝のコメンテーターは藤井聡さんでした。やっぱ払わなあかんかっていうのは払わんと死に張りましたけどあのこれはどういうことかっていうと例えば自衛隊が国防サービスを国民に提供してるんですよね、はいはい。まあ、これはもちろんあのその出資金は税金ではありますけど、だからそれはもういや俺はもう別に国防サービスいらんわと、うん、いうやつおっても、はい、いやいやお前ま守ったるという話ですね。自衛隊サービスっていうのは、それとほぼ同じ位置づけに NHK 放送サービスがあるということを最高裁が認めたんだなと思ったんですよ。だからテレビを置いた瞬間に公正中立で知る権利のを従属させる公共的な意味のある NHK 様のサービスを受けれることができるんだと最高裁が決めたってことなんです。僕はそれでもいいと思うんですよ。ってことは、はい、ってことは NHK 頑張れよと。ということですよね。おうおう、なんかふざけ取ったらあかんぞと最高裁が言ったっていうことと一緒ですから、この裁判結果が出たっていうことは、いやうちの教授みたいなねちょっとややこしいおっさん騙せるためにも、はい、やっぱりねいや民放ではそらちょっとできへんなというのを流す、はい、義務がより一層 NHK 強くなったんやなと思いましたね。となるとあの NHK に所属する方々は身の引き締まる思いを、そうです、まあ、準公務員と、準っていうのは純粋な準なのか準ずる準なのかどっちか分かんないですけど、まあまあ、準公務員だと思っていただかないといけないよと、こう最高裁が決めはったよなと。ということは昨日から NHK に所属する方々は、もう緊張して夜も眠れない。そらもそうでしょ、これも公人ですから、まあ、みたいな方向なんやなと、はい、まあ、でも、こんなんありますけど、なんか9割9分の人間も普通に払ってるだけの話ですから、ちょっとややこしいおっさん対策みたいな話だと思いますけどね。あの私も一応、ラジオ放送に携わってる人間でね、まあ、NHK も正直言って受けました、過去。なるほど、縁はありませんでしたけど、なるほど。となると今、今、ま、全国に500人ぐらいいるのかな、あの NHK だけでアナウンサーが。というふうにいわゆる契約も含めたりとかね、その人たちはもう噛めませんね。もう土地ったりしたらまずっとか思わないですか。大丈夫、そこまでじゃないか。まあ、噛むのはしょうがないですよね。大丈夫ですか。生理現象の一種みたいなもん。たまに私ボワイ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 ってなっちゃう。それやっちゃうとあらーなんてか、そういうことはないで。でもまあまあ放送の公共性というものがあるんだなっていうのを認識するのはちょうどいいニュースだなと。そうですね。思いました、ね。まあ民放もちゃんと頑張ってくださいね。ちゃんといやもう身の引き締まる後期ですから。もう全部後期ですから。そうですね。はい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク joqr.net、ファックスは東京03-5403-1151、ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは、アットマークテラ1134、ハッシュタグは TERA1134、たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に、JA 埼玉中央から美味しい川越飯のオクラ米、新米5キロプレゼントします。一度食べたら忘れられない美味しいお米、川越飯のオクラ米、たくさんのご応募お待ちしています。当選者の発表はエンディングで。時刻6時8分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時12分になるところです。12月7日木曜日、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、内閣官房参与藤井聡さんです。今朝もいろいろなニュースが入ってきています。藤井さんにいろいろお話をお伺いするこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。毎日新聞、アメリカエルサレム首都認定。アメリカのトランプ大統領、イスラエルの首都をエルサレムと認定するとともに、テルアビブにあるアメリカ大使館をですね、エルサレムに移転する方針を明らかにしました。エルサレムを
今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授、内閣官房参与、藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。します寒くなってきましたね。寒いですね。もう今日来るとすっごい寒かったです、やっぱり。はい、まあもう12月もね、7日とは言うものの、今年ってのはなんかこう暑くて、秋が短くて、急に寒くなってきてますからね。昨日も金沢行ったんですけど、むちゃくちゃ寒かったですね。あ、そうです。もうなんか氷みたいな降ってましたよね。なんかこう。すんごい寒かったです、ね、えつい先日でも西日本でも雪降りましたもんね。そうです、そうです、そうです。ねえ、まあ、寒気の影響とはいうものの、はい、なんだか急に寒くなってきましたね。さて今朝もいろいろなニュースが入ってきておりますが、こちらは NHK のニュースですね。受信契約の締結を拒んだ人に受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決、最高裁はですね、昨日テレビを持つ人に NHK との受信契約を強制した放送法64条1項を合憲とする初判断を示しました。また NHK が契約を拒む人を相手取って起こした裁判で勝訴が確定すれば契約が成立し、テレビ設置の時まで遡って支払い義務が生じるとしています。最高裁は NHK の受信料制度の意義について、特定の個人や団体、国家機関から財政面での支配や影響が及ばないよう、 NHK 放送を見られる環境にある人に広く公平に負担を求めたものだと指摘をしています。この受信料制度、憲法が保障する表現の自由の下で国民の知る権利を満たすために合理的だとしています。この NHK の受信料制度、まあ、昨日この最高裁の、ね、判決があったということなんですが、うん、藤井さんこれどうですか。まずこれね、あの普通の国民は受信料払えば範囲で払ってるんですよ、はい、なんか知らないけど払うもんやろ、はい、ところがね、うちの教授も高いしましたけど、教授とか俺は絶対受信料払わない、俺は実は見てるけどもう見てないって言うんやと、いや見てるやんけとか思うんですけど、まあ、そういうやつがおるんですよ。それでね、まあ、でもよう考えたらその人の意見もすごく分かって、はい、あのまあまあ実は見てるんやけどっていうところは置いといて、本当に見てなかったらなんでテレビ買って見てないものに関して払わされんねんお前という気持ちは確かにまあ一理はあるなと、でもなんかちょっと変わったおっさんやなというのが一般的な常識なんだとは思いますけど、でも、まあ、一理はあるなっていうところなんですけど、その一理を認めるかどうかって裁判だったと、そうなんですね、思うんですよ。でそれでね、今回ね、結局僕どうなんのかなって注目してたんですけど、結局いや払えと、はい、こうなった、あ、なるほどと、やっぱりうちの教授は